宗方金久は青森県出身のバスケットボール選手、指導者である。現役時代のポジションはガード、鶴田町生まれ、広崎実業高校から拓殖大学を経て、1989年に日本工業に入社しバスケットボール部に所属。1993年オールジャパン優勝に貢献。1998年ジャパンエナジーキューブに伴い、 トヨタ自動車ペーサーズに移籍。首相も務め、スーパーリーグ2001から02優勝に貢献。2005年、選手兼任アシスタントコーチに就任。2度の年間ベスト5賞など個人タイトルも獲得し、スーパーリーグ2005から06優勝を花道に引退。アシスタントコーチ1000人となる。2008年、トヨタ自動車アルバルカヘッドコーチに就任。2010年、 ヘッドコーチを退任。2011年、日立ハイテククーガーズヘッドコーチ就任。2013年退任、同年、地元から BJ リーグに新規参入する青森ワッツのヘッドコーチに就任。2シーズン連続でチームをプレーオフに導く実績を残した。2015年限りで青森のヘッドコーチを退任。同年より、新州ブレイブウォリアーズのヘッドコーチに就任。 2016年、パスラボ山形ワイバンズのヘッドコーチに就任。2017年退任。その後東京羽田ビッキーズの HC に就任。2021年退任。ありがとうございます。